思えばひどい出会いだった。初めてラブレターをくれた相手がちょっと可愛げな隣のクラスの女の子で、思春期真っ盛りの俺はその内容に不死だらな期待を抱いてはいた。それは事実だ。しかし、会った瞬間に蹴りをかまされるほどではないはずだ。よし、ふひ。てめえ、このクソアマ、何しやがる。あれ、いつもなら一発で気絶させられるのに。タフですね。嘘なこと言ってんじゃねえ。初対面の相手に蹴りかましやがって。落ち着いてください、川崎くん。すみません、私その少しばかり血が足りなくて。は？血が足りてない？脳みその間違いじゃないのか？いえいえ、血なんですよ。あなたの生命力の強そうな顔色を見てるとお腹が空いてすいて。すみません。こいつマジで噛み合った。すみません、私その生臭いのが苦手で。で、つまり？私吸血鬼なのに血が苦手なんですよ。とはいえ血ではなくても生体エネルギーであれば摂取は可能なんです。おい、なので今までは汗やら唾やらでしのいでたんですけどね。おい、やっぱ血が一番手っ取り早くてですね。おいっけ、サイコ野郎。やだな、野郎じゃないですよ。うるせえ、てめえの妄想に付き合ってられっか。妄想？あ、信じていない感じです。でしたらこれを見たら信じていただけるかと。本物なのかそれ。あの、これで信じてもらえましたかね。私、その本当にお腹が空いてまして、汗でも何でもいいんで分けてくれませんか。ちょっとで構いませんから、お願いします。